ディップスティックでの平均診断の模式図ディップスティックは液体につけて色の変化で液体の性質を判別する道具や付着した液体の量によって液量を測定する計測器の総称である。科学試験のためのディップスティックは通常は紙もしくは段ボールで作られており液体の特定の性質に従って変色することでその主役の性質を知ることができる。 医療のためのディップスティックは、特定の検体がその液体に存在するか否かの判定のために用いられる。例えば、尿サンプルの検査において、ヘモグロビンや硝酸ジを、タンパク質、グルコース、ウロビリノーゲン、ケトンが含まれていないかどうかを確かめるために用いられる。それらは、通常、明るい色で着色されていて、表面は荒い肌触りである。 タンクに残る燃料を測定するためにディップスティックを用いている。様子ディップスティックは人の手が届かず直接目視が不可能な閉鎖空間に存在する液体の量を測るために用いられる。ディップスティックを挿入して取り外し先端の液体がついた部分の長さから液面の高さを知ることができる。測定用ディップスティックは 内燃期間のエンジンオイルのゲージとして広く用いられている。自動車エンジンやオートマチックトランスミッションの場合にはオイルパンに直接挿入されるティップスティックが設けられることが多いがオートバイオエンジンやパワーステアリングなどのオイルタンクの場合にはオイルフィラーギャップと一体化したティップスティックが用いられる場合もある。その他にも燃料タンクの燃料測定や樽詰めされた種類の 残量などの測定に用いられる。内圧が大きくなる可能性のある容器の場合には、ティップスティックがネジ止めなどで固定されることも多い。ありがとうございます。